韓国から指名手配されてるただ一人の政治家、前葛飾区議、日本国民党代表の鈴木信之です。作家の鈴木啓生です。よろしくお願いします。啓生さん、はい、今外国人の、労働者がコロナで、なかなか入れない。そうですね、でも増えてるんですけどね、増えてるんですけど、以前のようなコロナ以前のような、人の確保がなかなか難しいと、そういう中で、外国人の時給が高くなる、外国人の時給が高くなってるんですね。都内の居酒屋で、さっき、記事見せてもらったら1800円。これね、外国人じゃなくてですね、日本人の時給が上がってます。あ、日本人のですか。これなんでかというと、外国人が入ってこなくなったから人手不足になったんですね。はいはい、それで、日本人を雇わなきゃいけないと、でも人手不足だから誰も来てくれないんで、だからもう時給どんどん上げざるを得ないと。あ、これって、もしかしたら、外国人労働者が入ってこなければ、皆さん日本人の給料上がるってことですよね。そういうことなんですよね。東京都の平均賃金が、最低賃金が今1041円、それが1800円ってすごいことですよね。そうですよね。ということは、今まで外国人をもうたくさん入れて賃金を下げてたってことですよね。これはもう外国人いなくなってからどん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 賃金が上がってきていると。ということは本来はですよ、最低賃金その1041円って言ってますけど、もう1500円とかもう普通にもらえるはずだったんですよね。じゃあこれって皆さんね、企業の経営者、これ企業の経営者って広く例えさせてもらいますけれども、その頂点に立っているのは大企業の財界って言われる人たちですよ。なんで外国人労働者を入れようとして政府にあの手この手、最初は留学生、最初はブラジル移民か、それから留学生、本当は仕事をするために日本来たいのに留学生っていう建前で入れてる、そして今度は技能実習生っていうね、何を技能実習するんだかわからないけれども、そういう建前で入れて、どん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 入れて、これって人材をね、コスト削減の対象としていかに安くするか、だから外国人労働者と同じ分野で働く日本人はどん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 給料下がっていって、年収200万円超えない以下の人たちがたくさん増えちゃった。年収300万円以下の人が国民の半数以上ですよ。こんな世の中になったのは、これは経営者がコスト削減をね、一つにはバブル崩壊以後コスト削減の対象になって非正規雇用というのも生まれたんでしょうけど、そこに目をつけたのが安く働く奴隷労働と言われてるね、今が国際的に日本は奴隷労働って非難されてますけど、ここにあるわけですよね。そうですね、これって外国人差別ですよね。もう完全に外国人をもう奴隷のように扱ってるわけですから、これ差別という以外にも何者でもないですよ。で、被害を受けてるのは実は日本国民で、そうなんです。日本国民は本当は1800円もらえてたのに、東京都の最低賃金1040円っていうのに、この1041円がなければ1000円割れてたわけですね。そうですね。それを行政が上げてやっとそのレベルですから、そんなことしなくても、日本人だけで雇用を賄うようにしてたら1800円になっちゃった、そうです、そうです。やっぱりこれっておかしいですよね。おかしいですね。だって皆さん、留学生はね、週に28時間しか働けないんですよ。でもこれってなぜあるかというと、勉強しに来てるからそんな時間はないはずだと、ところが夜働いたり、学校で寝てたり、でそれに辛くなった人が逃げ出して、そうですね、どっか行方不明になる、で行方不明になって仕事できないと困るから、偽造の在留カード身分証明で買う、しかも皆さん安いんですこれね。でそういうビジネスがこの外国人の中で広まってる、逃げても平気だと。
そうですね。だからもう外国人を大量に入れてですね、で外国人も不幸になっている、同時に日本人も一緒に不幸になっている、こういった構図が今日本の社会で出てきているわけですよね。じゃあこれ慶生さん、はい、日本政府がやってることは、うん、国民を守ることじゃないですね。そうですよね。しかも外国人を奴隷として見て、そうですね、日本国民をまた収奪してるのと一緒じゃないですか、うん、そうです。本当は国民の懐に入るお金はどっかに行っちゃってて、うん、そうですね、どっか富裕層だかどこだか分かんないです、うん、企業だか分かんないに行っちゃってて、うん、それは外国人の懐にも行かないですよね、うん、そうですね。だって外国人も苦しいから、そうです、犯罪働くわけですよ、で日本国民も苦しいから、うんうん、夫婦一人でもう、ま、お父さん一人で賄えないから夫婦で働かなきゃいけない、うんうん、こんな世の中にいつの間にかなってしまったんですね。これは日本政府のやってることは、うん、隠れ移民政策もおかしいけど、そうです、日本政府の方針自体、うんうん、外国人労働者を奴隷として入れるこの方針自体、うんうん、改めないと、はい、外国からも恨まれる、うん、日本に行ってひどい目に遭ったと、うんうん、いや思われたくないでしょ皆さん。そして日本国民もなんで俺たちは働けど働けどこんな貧乏なんだと、うん、テレビの中で見てる人たちはなんかすごいいいお金もらってるけど、うん、俺たちは貧乏、なんか中国みたいな社会ですね。そうですよね。こんな世の中にしないためには、うん、やはりこの為政者であるね、政治家、官僚、財界も含めてそれを支えているのは財界ですから、彼らに交代してもらわなきゃいけないと僕は思いますね。またもう日本人ももっとね、声を上げればいいんですよね、うん、おかしいぞと今の社会は、まあ、そういうふうに言った方がいいと思いますね。おかしいですよ、うん、鈴木は本当におかしいと思う。だからこういう政府に対してね、私は文句ばっかりつけますけれども、でも私を支持していただければね、その声は、政府に届けて、そして、はい、この世の中を改めたいと思います、はい、中国みたいに成功者が国を逃げ出すようなね、国に日本はしたくない、はい、そして日本の国内でね、はい、日本国民が成功を手にできる、そういう国にしたい、はい、このまま今の外国人政策を続けてきたら日本国民は不幸になる、はい、そして外国の皆さんにね、恨まれますよ、遠い将来じゃない近い将来恨まれる、10年後日本に行ってひどい目に遭った、こんな国に誰がした、今の政治家政府ですね、これを改めなければいけません、はい、このことを強く主張していきます、はい。